北海道エアシステム株式会社北海道エアシステム北海道エアシステム北海道エアシステム仕様 LTD は北海道のコミューター航空会社で日本航空 JAL ルグループの航空会社である全便 JAL 便にて運航岡玉空港をベースとして主に道内路線を3機のサーブ340バイト WT で運航している ジャルグループの航空会社であるが、2010年のジャルの経営破綻後、2011年3月から2014年10月まで、北海道が筆頭株主となりジャルグループでなかった時期があったため、マイレージサービスと航空券の予約、連帯運送契約などの扱いが、他のジャルグループ航空会社と異なる。ホックの航空券はジャルから購入した場合、 ジャルとホックとのコードシェア便扱いとなり、ホック便名とて利用することが不可能。ホック便名で適用される割引運賃、ホック28割などを利用するには、ホックから購入しなければならない。なお、ホックは、他のジャルグループ航空会社や全日本空輸、ANA と連帯運送契約を締結していない。道内園各地の高速交通手段として、日本航空、 当時の日本エアシステムと北海道が第三セクター方式で設立し、1998年3月に函館空港を拠点に、函館旭川空港、釧路空港の路線で運行を開始し、ホックという略称から、北海道エアコミューターと誤解されることもあるが、北海道エアシステム仕様、LTD の略である。ハスとすることもできたが、設立当時は、 日本エアシステムの関連会社として、新千歳空港での運航補助業務や売店業務を担当する、北海道エアサービスが存在し重複するため、ホックとなったとされる。便名の案内などでも、ホックが用いられているが、正式な航空会社コードは NTH となる。設立当初から、日本エアシステム、そして九州合併後における、日本航空グループ企業の一社だったが、 ワンワールドには加盟していなかった。2009年9月11日に日本航空は北海道エアシステムの経営撤退を表明。JAL 保有株の買い取りをめぐり、北海道議会など関係自治体での論争といった不予曲折を経て、2011年3月31日に北海道を筆頭株主として JAL、札幌市等の就航地自治体、 同内在会各社などという構成となった。JAL は、ホックを、連結会計の適用から除外できる比率まで、株式を減じたため、実質的に経営から撤退。ホックは、JAL グループから離脱した。予約発見業務については、同年8月31日登場分をもって JAL への委託を打ち切り、翌9月1日登場分からは、自社で行っている。JAL は、株式売却後も、 機体整備などの業務住宅を継続していた。ジャルグループ離脱後も、しばらくの間は、ジャルマイレージバンクのフライトマイル積算も維持していたが、2013年7月1日からは、ジャルとのコードシェアを開始する代わりに、自社便で予約した場合のマイ積算を打ち切った。ジャルマイレージバンクで貯まったマイルを、ホックとの提携特典航空券として利用する、 場合は7月1日以降もホック便名での予約に限られる。また、2013年7月1日より独自のマイレージサービスのホック、フライトポイントが開始された。交換は、かつてのエルデューのドゥマイルと同様に搭乗券の半券を集めて郵送する仕組みとなっている。なお、2014年10月にホックが再び JAL グループとなった後もマイレージサービスの扱いに、 変化がなかったが、2016年10月30日からは、ホック運行便が JALJA やホックの3社による運送の共同時に運行形態が変更されることとなり、ホック運行便が日本航空便名での運行に切り替わった。合わせて、ホックフライトポイントも終了となった。終了に伴い、ホックフライトポイントの交換特典に JAL マイレージバンクへの 積算が用意された。札幌市の出資にあたっては、岡玉空港への本拠地、ハブ拠点移転を条件に、北海道が引き合わせたため、2011年6月1日に、ハブ拠点を新千歳空港から岡玉空港へ集約し、新千歳空港からは完全撤退した。これは2010年に行われた、エアー日本ネットワークの岡玉撤退、千歳集約化と、 正反対の施策で、札幌市中心部に近い岡玉空港の発着数が増加することになる。同時に本社についても新千歳空港内から岡玉空港内へ移転した。2013年9月には2014年度中をめどに、JAL の持ち株比率を51%程度まで高め再度個会社化する予定で、北海道と調整に入っていることが報じられ、その後、JAL はホックを 再度子会社化向けて調整を進め、2011年に北海道や道内在改革社に売却したホック株式を JAL が再取得することを9月に北海道と同意した。2014年10月22日の取締役会において、北海道及び道内在改革社が保有するホック株式の AL への譲渡が承認され、翌10月23日には JAL の子会社に復帰した。 最古会社化直後は、ロゴや、機材塗装、客室乗務員及び、地上係員の制服の変更は行われず、JAL グループ離脱時のままであった。2015年6月になって、ホックも、JAL グループ各社に準じたロゴ表記、丸デザインに変更され、岡玉、利尻、奥尻の空港カウンターを鶴丸デザインへ準じ、切り替えた。そして、2016年1月13日に、 機材塗装を JAL ルグループ共通の鶴丸塗装にすることと、客室乗務員及び地上係員の制服を JAL ルグループ共通とすることを発表した。同年4月より、機体塗装は順次鶴丸塗装へ変更され、客室乗務員及び地上係員の制服も切り替わる。2016年4月27日の鹿児島発、岡田マイキチャーター便が鶴丸塗装された機材の 発便となり、路線投入された。2016年10月30日以降、JALJA や HOCK との運送の共同引き受けに、運行形態が変更されることとなり、同社運行便がすべて日本航空便名での運行に変更された。人口減少社会で利用者の減少が進み、2017年には、国土交通省持続可能な地域航空のあり方に関する研究会、 座長、竹内健造東京女子大学教授敵体の共同保有や将来の経営統合などを内容とする報告書が出された。1998年に2期、1999年に1期の合計3期を導入している。原則として3期フル稼働のダイヤが組まれ、定期点検など3期稼働できない期間があらかじめ決まっている場合は2期体制のダイヤが組まれ。 2011年4月には1機が機材不具合で3日間離脱したが別機材の定期点検と重なったため稼働できる機材が1機となり26便中16便の欠航が発生する日もあったこうしたギリギリの機材ぐりを緩和するため5年ほどで1機増やす計画があったが実現には至らなかった代案として2015年11月からホックの 機材とグループ会社の日本エアコミューター、j a クで運用しているサーブ340バイトを共通事業機に登録し、日本エアコミューターから機材を借用した。同社機材を借り受けることで、定期整備期間中の一部路線便を運行することとなった。2016年4月28日には、岡玉空港にて JA02HC の定期点検明けにより、 前述のジャックとの提携による短期リースジャック旧塗装機、独自塗装機、ジャル復帰新塗装機、ジャル離脱前旧塗装の4社4様の塗装が勢揃いする光景が見られた。2018年7月18日、ファンボロー航空省で ATR42 から600型、機3機、確定2機、オプション1機の発注に関する覚書を締結。 現在運行中のサーブ340を更新し、2020年から運行開始予定と発表。同機材は JAL グループ内 j a クと提携している。天草エアラインが運用していて、2社はすでに運行整備などでの提携をし、j a クの同系機1機を共同事業機として運用していて、ホックもサーブ340と同じような運用を行うものと見られている。また、国土交通省内の 持続可能な地域航空のあり方に関する研究会はこのように興味を持っていて将来的に日本での地域航空の運用ベースになる可能性があるとみられている。垂直尾翼にレインボーカラーを配した日本エアコンミューターの2代目塗装に準じている。相違点は北海道エアーシステムのタイトルロゴと垂直尾翼のホック表記程度である。このか。 当時誕生したスズランの花と飛行機を合わせたキャラクター、ハックンを操縦席横に配していた。JAL グループのザーク・オブ・ザ・サン、太陽のアーク塗装であり、JAL のロゴ表記を、ホック、A に横棒がなくのが入る、に置き換え、続いて、北海道エシストムと表記される。新しいロゴマークが公募で決定し、2011年6月1日、 岡玉空港における記念式典において披露された。新ロゴを用いた新塗装機は機種及び垂直尾翼上部にコーポレートカラーを配したものとなり、この塗装の初号機は2011年11月より、鹿児島の日本エアコミューターでの整備を実施した j a 0 h である。ザー,アーク・オブ・ザ・サン、太陽のアーク塗装の2機は、 ックの JAL ルグループ復帰までに塗装変更がなされず、工日の JAL ルグループ共通の鶴丸塗装が施されることが決まったため、この塗装は JLHHC のみに施されることとなる。なお、新塗装機となった JLHHC は2011年12月1日の561便、岡田幕城でデビューする予定であったが、機材繰りの都合により、11月30日、 鹿児島からのフェリー到着後、同日の567便、岡田幕志郎で運用に復帰している。2014年10月23日には、日本航空の子会社に再びなったものの、再子会社化直後は、ロゴや機材塗装の変更は行われず、JAL グループ離脱時のままであった。その後、2016年1月13日に、機材塗装も、 ジャルグループ共通の鶴丸塗装にすることを発表した。ザーアーク・オブ・ザ・サン、太陽のアーク塗装の2機、前述のジャルグループ離脱時の塗装の1機は、整備時に順次塗装変更がなされる。同年4月より順次鶴丸塗装へ変更され、2017年11月には3機、すべての機体が鶴丸塗装に統一された。札幌と同等。 道南を結ぶ路線は自然災害により地上交通機関が利用できないとき災害対応で臨時便運行することがあり2016年の道内台風被災時は1ヶ月近い対応のためジャックから急遽機材支援を受けて運行していた BR 同社の就航地で道外に所在する空港は三沢空港が唯一である映画アラジンの挿入家ホールニューワールド A ホールニューワールドを、ゲオルゲザンフィル、ギアジゾンフィアの、パンフルート演奏にアレンジしたインストゥルメンタル版2002年発売の、ミュージックフロムザ・ムービーズに収録、サラ・ブライトマンの歌唱で有名になった、君と旅がとうのインストゥルメンタル版、デビッド・チャールズ、エーベル式が使われている。2011年6月4日午前11時26分頃、乗客乗員13名登場の函館 オクシリー規定機本サーブ340バイト WT 機体記号 JA03HC がオクシリー空港の手前約 1.5km、高度 200m で視界不良による着陸のやり直しを行った際機長の高度設定の失念により操縦士が上昇しているつもりなのに機体は急降下し対地接近警報装置 GPWS が明動着陸後に 地上約30メートルまで降下していたことが判明した。しかし、ホックは大事故になりかねない重大インシデントとは認識せず、同年6月8日になって国土交通省に報告、筆頭株主である北海道知事には6月10日まで報告されなかった。さらにその間エンジンに問題を抱えたまま運用し続ける事態となった。JAL ルグループは国際航空連合、 アライアンスワンワールドに加盟している。ただしのある航空会社は経営施策上ワンワールドには加盟していない。j a i 北海道エアシステムは運送の共同引き受けにより全便を JAL 便として運行を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。